なんとあの ASUS からコパイロットプラス PC が発売されるの。お、なかなかすごいのだ。その名は ASUS VivoBook S15。 スマートなユーザーのためにデザインされた次世代の AI 機能搭載ノートパソコンであり、クアルコムの PC 向けチップとなるスナップドラゴン X エリートプロセッサーを搭載し、圧倒的なパフォーマンスを提供するの。お、なかなかいいね。最新の AI 対応プロセッサーによる次世代の AI 体験をもたらし、セキュリティ、スピードが向上。最大 45TOPS の NPU パフォーマンスを実現した統合された AI エンジンによる高速な AI タスクの処理、パーソナライズされたアシスタンスのための Windows コパイロット、強力な ASUS AI アプリケーションにより、ノートパソコンはただのデバイスを超えた究極のコンパニオンになるの。AI の有効活用ができるコパイロットプラス PC だからね。さらに視認性の高い 3K120Hz の 15.6 インチ ASUS Lumina Yue Qi EL ディスプレイと高品質なオーディオシステムを備え、そして 70Wh の大容量バッテリーに49分で 60% 充電を実現する急速充電、 USB Type-C での充電も可能。映像出力、充電に対応した USB Type-C を2機、その他 HDMI やマイクロ SD カードリーダーを搭載。高速な Wi-Fi 7にも対応し、あらゆる機器との接続を素早くスマートにできちゃうの。なかなかやりますね。また、従来よりも大きく操作性が向上したタッチパッドや、シングルゾーン RGB キーボードでムードを演出したり、専用のコパイロットキーからワンクリックで AI アシスタントの起動も可能なの。これはなかなかいいですな。さらに標高、気温、湿度、振動などの12方法、26手順にのっとった米国軍用規格であるミルスタンダード 810H にクリアし、そして業界トップクラスのキーボード耐久、パネル圧力等最大8種の厳しい独自の品質テストも実施。それら堅牢性が実証されたボディにより、日常の様々なシーンで安心して使用することができるの。1.47 センチの薄さと約 1.42 キロの軽さで持ち運びも容易となっているの。かなり機能性高いのだ。価格に関してはストレージ1テラ、メモリ32ギガモデルで249,800円と、見かけ上ではお高いように見えるけど、機能面でのコストパフォーマンスは高いと思われるの。最初のコパイロットプラス PC だから、こういう価格設定は仕方ないよね。発売日は来月18日であり、購入までは検討の余地はあると思うの。確かにそう思えるのだ。今回の VivoBook S15 は ASUS 初のコパイロットプラス PC として、これからに期待したい。僕もそう思うのだ。